おへ？ ヒイラギ京子と申します。よろしくお願いいたします。はい、昔から芸能界で働くのは憧れでした。もちろんステージに上がる方に憧れられていたんですけどね。でも、ええ、そうです。だから芸能プロダクションに入ってアイドルのマネージャーになって、私の代わりに夢を叶えてくれる人をぜひ育ててみたいんです。 なかなかいい子見つからないわね。今日も無駄足だったかしら。あら、あの子結構いい感じじゃない？ね、そこのあなた、ちょっといいかしら。はい。<笑>あなた、可愛いわね。私そういう趣味はないんで。失礼します。あー、ちょっと待って。 声かけちゃってごめんなさいね。そういうわけで私、芸能プロダクションのスカウトをやってるの。ねえねえ、てっきり怪しいお姉さまかと思っちゃった。<笑>ところで、あなたの名前教えてもらえるかしら。志村ゆい。それでね、ゆいちゃん、そこの喫茶店にでも入って、ちょっと私の話を聞いてもらえない？どっちだし、言えないし。いいえ、私の目に狂いはないわ。あなたはまだ知らないだけよ。自分自身の可能性を。そうやって自分を否定することで、傷つかないよう簡単な閉じ込もっているだけなのよ。もしもし、だけどそれではダメなの。そんなことでは、あなたの中の光り輝く才能をといてるなんて、ほぼ元気だよ。自分の世界に入っちゃってる。それで捨ててる。 ちょっとだけでいいから。
レディーゴレディーゴー
レディーゴレディー Ready!Ready!Thank you.